あれアカデミー出身者ですか。あ、カオルです。カオル、はい、ジャトマカオル。ジャトマカオル。すごいよね。ここどこですか。ここはですね、フロンタウン。お、最近できたとこだ。はい、アンカーのグラウンドなんですかね。そうだね、アンカーさんが多分出資してるグラウンド。すごいよこれ、一大施設ですね。うん、伝わる、うん、広角でも多分伝わらないよね、多分ね。ああ、伝わんないね。ね、ランニングコースあったり、あと室内フットサル場もあった。ああ、いや、なんかね、すごいわ。フロンターレだね、これ。もうさ、芝のその質が良さそうだもんね。立ってるね。パスサッカーに合ったグラウンドしてるね、これはね。これ内外装徹底チェックしないとね。これはね、しないといけないですね。でも今日ピッチ入って5分後キックオフだから無理かな。あ、でも先にやっときますか、外側から。ジャイガー層徹底チェック。あ、待ってました。今回はですね、直接触ることはできないんですけども、そうだね、やはりこちら展示ということで、うん、外からお伝えできる情報だけお伝えしようと思うんですけども、はい、まずはやはりこちらですよね。フロンターレの伝統的なカラー、まあ、青とも緑とも言えないこの絶妙な、なんとかブルー、ね、フロンターレブルーですね。フロンターレブルー、うん、まあ、全体的にあしられてると。そうだね。まあ、そしてですね、このアンカーのロゴ、わあ、すごいね。今回からですね、うん、このアルファベットに変わったということで。あ、そうなんだ。はい、まあ、今まではこのエンブレムだったんですけど、こちらがこのアルファベットに変わったということで、やはりこうレンジローバーですとか、レンジローバー、まあ、レクサス、あ、まあ、そういったモダンなデザインっていうのをね、シュートしてると、はい、あっちのコーナーすごいね、横断幕がもう映るですよ。やはりまあそこはね、まあこう、まあ、我々が川崎だと、うん、まあ、やっぱ作り手のやっぱりこだわりというか、うん、情熱があそこにですね、出てると。まあ、あとあそこの壁はですね、やはりもうフロンターレとおなじみね、やっぱパス止めて蹴る、あれね、やっぱあそこを養うためのね、まあ言ったらまあそこは永久機械みたいなものですから。そうだね、はい、やはりあと大事なものですと。で、真ん中に、スポンサーですかね、ニコンとかプーマとか、うん、アンカー、富士通、松尾、アイリス大山、はい、日番、キリンもね、あってモルテンもありますね。大人たちが、そうですね。やはり若者や青たがい、青たがい、まあ、選手はもう言ったらですね、まあ、株みたいなもんなんで、うん、そうだね、うん、はい、資産ですからね、うん、てか今日何ですか。そういえば、あ、今日はですね、トレーニングマッチということで、はい、TRM ですね、はい、久しぶりに雄星がいるんだよね。そうだね、ちょっと行ってみよう。雄星がすごいマッチョになってんだよね。あ、確かに、ちょっと低くなったね。はい、どうしたの。成長期です。今年タケルいなかったじゃん、はい、あ、そうだ、筋トレしてます。違う、違ったレンタル、レンタル、どこ行ったの。神奈川クラブです。神奈川県リーグ、はい、タケルレンタルやってるんですよね。レンタルやってんだ。給料は、あ、出ない、出ない。それレンタルって言うんですかね。ちょっと微妙だった。どうしたの、声変わり。あの、風邪ひいちゃった。じゃあちょっとお大事にしてください。距離感、距離感。ワンツ、ワンツ、ワンツ、お、あ、ふくらはぎだ。逆は逆やらんの。逆やらんのね。はい、今日後ろが騒がしいんですけども、はい、なんとこの前完全密着で個人的に購入したこちら、あ、あれね、ユーフィット、早すぎて見えないやつね。はい、今もこれ、今もうすごい大振動してるんですけど、若さんの顔が、俺もね、もう揺れてますよ。まあ、基本分子って揺れてるんだよね。あ、そうね、はい、こちらユーフィットがですね、なんと我々の動画を見てですね、ああ、スポンサーになりたいという話が来まして、た、ただ今回のこの動画の反応次第ではスポンサーを一瞬でやめると、あ、一応単発なんだ、検討というで、しかもこのユーフィット、この川崎フロンターレさんパートナーになってるらしくて。そうだよね、たまたまです、これ。すごいね、これマジたまたまなんです。すごくね、いいマッサージガンでございます、こちら。今すぐね、これ概要欄開いてください。今すぐ、ですね、動画の公開から10月25日、ジャイアントの誕生日でございます、ね。お、水曜日23時59分までジャイアント割ということで、10% オフクーポンこちら発行させていただきます。あー、でかいね。全部概要欄。はい。こちら、Amazon と楽天かなで購入できるということなので、まあ、それぞれお使いの、サイトからぜひこれ、こちら購入してみてください。これの購入数でスポンサーになるかどうかが。決まると。大人ですね。大人ですね。これでもね、ちょっと紹介すると、まあ、4つついてて、でまあ、この、まあ、丸いタイプと、まあ、こういう感じについてて、まあ、そのマッサージガンに必要な大体器具みたいなところはいい、ね、まあ、ある程度揃ってると。でこれのね、やっぱね、いいところはやっぱ USB-C、 これ車でねチャージできるってことですね。ああ、いいですね。我々こう社会人サッカー移動が多いですから、うん、その移動中にね充電忘れてもしっかりできる。そしてこのねコンパクトさなんですよね。これジャイアントが持つとね多分よりコンパクトに見えると思うんですけど、確かにちっちゃく見えるね。スタバに持ってってもいい、ね、全然もうおしゃれモダンな空間がありますね。ユーフィットリリーサーミニ、はい、ご自宅に1台いかがでしょうか。
はい、ピッチイン。ついに若さんがフロンターレの地に、はい、降り立ちましたね。フロンターレ感全くないけどね、若さん。あ、小学生の時でもね、うん、フロンターレのね、うん、ジュニアユース受けたよ。あ、そうなんだ。落ちた。落ちた。これ一時落ちた。あ、一時落ちたんだ。全然落ちた。全然落ちた。伸びしろですね。伸びしろですよ。わかりませんから。あ、今現時点でね、小中高大学生、はい、自分で自分の限界決めちゃダメですよ。あくまで一個の物差しなんで、フロンターレって物差しに引っかからなかった。横浜たけるって物差しに引っかかりました。無事ね。無事ね。危なかった。5分後キックオフです。あ、久しぶりのタスク。こんにちは。超久しぶりだね。久しぶりっすね。何してたの？ちょっとインフルとコロナと戦ってました。ダブルパンチ。はい、全勢力と戦ってみんなそんならない方がいいですよ、あれは。久しぶりにタスクのゴールが見れると、はい、一番上で使ってくれるっていうプラシンで、フォワード、はい、やりますよ今日は。Yes. Yeah. これ出たらサトシが交代だ。だから若さんはでもうちょい出たいからうわ、だよね、キーパーファーによると思ってたよね。そうだね、うん、キュエチニアだよね、あれキーパーにやってね。ただニア上だね。はい、ズドンズドン逃げてなかったわ。ふわお上手。うわすごい、残った。上げろ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 。どの回だ、どの回。昔さ、公園でさ、子供の時遊んでた時ってさ、うん、無限に遊べたじゃん、うん、水道の蛇口ですよ、思ったんですよね。顔そんな…そんなことでしょ。後半回収、後半回収、イエーイ、いやー、わー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 、あそこ、あそこさ、Jリーグアウトみたいな、すごい、キングカズ出てきそうじゃない。確かに。それか、それかじゃない、これじゃない。あ、Jリーグ開幕だ。あそこすごいね。あそこすごいわ。ハッシュナイス、今のいいプレー。おお、うわお、あんなとこ込みちゃったんだね。あったらね、気づかなかったな。 Google マップでも案内しないルートだったね、今。込みちゃんの先にさ、いい小料理屋があるんだよね。小料理屋好きだね。すごい音だったね。何かが破裂したぜ。ほとばしるパトスだったね。ほとばしるパトス。お疲れ様です。まあ、今日は敗戦と、はい、比喩出てた。今日、今日はちょっと休養です。来週からまた、また怪我した。ちょっと軽い、うん、足首を、え、捻挫、捻挫。おお、今年何回目よ。七転び八ひねりぐらい。ヒューのね、インスタ乗っ取られたらしくて。出た。ログインできないの。
いや、新しく作ろう。じゃあ、インスタ新しく作って、それ、あの、概要欄貼っとく。あの、メガニックのインスタ、ぜひフォローしてください。あの、プライベートな写真だから、完全プライベートだと思って。気が向いたら貼っときますね。はい、まあ、ということで、あの、来週もね、トレーニングマッチ、藤沢ユナイテッドさんと試合ということで、まあ、それが終わった後に、KSL カップの出演がまた始まるということですので、それまでには直していただいて、はい、それまでにはインスタもしっかり作って、ということで、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。はい、まあ、今ほとばしるパトスだったんでしょうね。ほとばしるパトス。